あの僕のベゼルより絶対でかい。お尻は最高。ダンスのツアーです。はい、本日第4弾、社員の車愛車何乗ってるで来ました。本日は、三菱のエクリプスクロスです。黒石くん、うちの仕入れをしてくれてるスタッフです。後ろ姿ですね。後ろ姿、はい、前は前は特にこだわってないです。後ろあれは初めてですね。後ろ縦は黒石くん、オンがお尻でいらっしゃる。つけてないです。後ろかっていうと、結構大丈夫です。外車で言うと、はいはい、ボルボ。ボルボ。バックライトがもう2段なんです。ああ、ゴンゴンと。ここに、まあ、今見えてないんですけど、ライトがあるんですけど、はい、これが僕好きで、もうボルボ以外乗らないって決めてたんですけど、けど2年前の1年目の時にこれが発売すると分かって、2段になってる。2段になって。もうこれでしょ。これにしようと。はい。なんでもここ以外調べてないです。お尻一筋。お尻は最高。はい、あのお尻派の皆さん、黒石についていってください。発売当初まだ現物が見れないっていうので、モーターショーの券をわざわざ2人分用意してもらって、彼女と現物を見に行って決めたという話です。前から見た感じがなんかアウトランダーとちょっと区別がちょっとつきにくいような。アウトランダーは三菱でずっと長年人気のある SUV を置いてあって、それよりちょっとワンランクサイズがちっちゃい SUV で、まあこれが出てきたっていう。なるほど。すごくいいですよ。ハンドルが軽いです。ハンドルが軽い。他の SUV に比べて最初曲がるときとか、はい、まあ、ブレーキ1回踏んでもう1回転踏んでいくと、ここがすごいスムーズ。SUV 独特のこうガクガク感というか、はいはい、重たい感じが結構ないんです。ないんだそうです。排気量どれぐらいでしたっけ。排気量がね、はい、これ1500なんで、ちょっとコンパクト。そうなんです。税金にもちょっと優しくなって。あっけどね、みんなにシールなんだよ。ウールなのあの人の告白知りません。練習してから来ましょう。G っていうグレードが僕のグレードで、もう一個上に G プラスっていうのがあるんですけど、何がプラスされてるかっていうと、ディスプレイがついてくるのが G プラス。横ですかみたいな。シフトの横でナビを操作できるパネルがついてくる。パネルがついてくる。僕はあのナビつけなかったんで。ナビつけなかった。はい。はい、まあ、それは後ほど。まず、メーカーオプションとしては、はい、本革シートと、サンルーフをつけました。これはメーカーオプションで取り付けたんですね。はい。おお。で、メーカーオプションでしないと、はい、この運転席のパワーシートってのはついてこないんですよ。これパワーシートの。パワーシートメモリはないんで、まあ自分のちょっと簡易的なパワーシートにはなります。このサンルーフはちょっと一応ストーリーがあるんですけど。ストーリーね。僕基本夜景嫌いなんです。夜景が嫌い。ぜひつけてほしいって話だったんで、まあ12万円ぐらいやっぱりどうしてもするんですけど、つけたんですけど、2人で上を見たことはないです。ない。何年経ちましたか。何年経ってもうたん。じゃあこの機会にちょっとまさきくんとツアーだと黒石くん3人で夜空を見上げていきたいと思います。ではどうぞ。まあ、昼なんでね。明けへんのかい。まあ後ろも窓だけは開くようになって、窓が見えるようになってるので、あ、ここは開かない。こっちは完全に開く。これはね、嬉しいよね、女子は。正直言うとでも優しいですね。黒石くんって結構堅物なんです。うちの会社で言うと化石みたいな男なんですけど、工場のね、こんな予防でね、こんなつけてくれるっていうのは私はもう嬉しい。はい。オートホールド、電動パーキングブレーキのついてる車あるあるですね。なんか分かりやすい。普通なんかこの辺にしれっとなんかあったりするのに、すっごいボタンポコって出てて、ロゴとハイちゃんと分かりやすく、ほら色もついてる。欲しい装備っていうのちゃんとついてる車で、はい、まあ、なおかつデザイン残ってて、まあ、値段も300万円ぐらいで SUV の中でお手頃になってるっていうのが一番大事なのが、後ろなんですけど、後ろ SUV の車ってリアシートスライドできないんですよ。え？え？もうすげえ。初めて見た私スライドするやつ。ビーナス出てきました。おつま。飲酒運転はいけません。やめましょう。あかんねん。積み荷のサイズに合わせてとかね。
そうですね、2個目の決め手。はい、以上です。最後は正直もう車関係ないんですけど、はい、関係ない、おすすめしたいナビっていうのがあります。それ何かっていうと、このダイヤトーンサウンドナビ。え、これそうなん？っていうと、はいはい、もう音にこだわり抜いたナビになってます。スピーカーは純正のまま。純正のままなんですけど、はいはい、爆裂的にいい音出してくれるんで、はいはい、一回流しましょうか。あ、それはもうぜひ、はい、音が伝わりやすいように、うん、ジュラシックパークで苦しく。神滝モータース枚方店にようこそお越しくださいました。皆様に、はい、ありがとうございます。いや、めっちゃ良かった。十分十分入った。もう一回ちょっと待って、すごい良かったな、ほんまに、はい、これつけただけでもこうなるので。ようこそ神滝モータースへ。本日は三菱 2K クロス。違う、これほんまに。はい、エクリプスクロスです。モチベーション立てます。マインドセット決まっとんの。一応ナビとしてはこれ7インチなんですけど、うん、大きくはないよね。もっとこうダイアントーンサウンドのプレミっていうブランドがあるんで、そっちにすると音もさらに良くなって、8インチになって、あと良くなる。音のサウンドの設定とかチューニングとかもいろいろとも設定できるんですけど、これ設定しようと思うと資格を持ってる店じゃないと設定できないんで。できない。それぐらいこう音にこだわってるナビになってるんで、いいナビですね、基本的には。なんか来た。前出ます。何何よ。今度の古民家のさ、古民家、古民家泊まりに行くとき、私これみんなで来たい。よそでやってくれ。カメラ回ってるっすよ。日野さんと今度古民家に行きます。これがまずいつでも掃除できるようにするやつと、どこでも、うん、ソフト993のやつですね。おー、コーティングとかね。これ夏絶対買うんで。あ、これも自身、はい、お自身の掃除。あとはまあコード系が、あ、コード系がしっかり入れますね、結構奥深くまで。深っ。結構深い。結構深い。広いですね。だいぶ広くなってるんで、まあ SUV の特徴かなっていう。いつも僕洗車するんで、ここに G-ZOX さんのメンテナンスキットと、結構硬い、いろいろ物入れれるんで。うわぁ、うわ、しっかり使ってんな。しっかり使ってますね。ここに修理キットと、はい、なるほど。ここはもうフリースペースなんで、うん、最近全部ビニール入れようになったんで、カバンちゃんとちょっとやるやるやる、俺も積んでる。いい男ですよ、これは。エコバッグ持ってる？私持ってなかったから、めっちゃ嬉しい。もう取り回しじゃないみたいな、そういうことができるわけですよ。はい。ください。カモパターンと行く式ですね。はい、なるほど。これここのレバーでもいけるタイプ？いけない、ここは引っ掛けるためだけの。失礼しました、はい、荷物固定するやつですね、紐とかで、はい、割と普通でした。でもまたスライドできるっていうのがこの車の結構いいところで、美味しい。カタログの表紙になってる色って赤色なんですけど、あれね、マツダと一緒で7万7000円するんですよ。ここはもうディーゼルタイプと、あとブラックエディションっていうミラーが黒になって、ホイールが真っ黒になるっていうのが出てるんで、まあいろいろ豊富に出てるんで、よかったらクリップスクロス、いや本当に耐えるんで。顔見とけ。